この度はご妊娠、ご出産おめでとうございます。多くのお母さんが自分の子育ては間違っていないか自信を持てず、不安を抱えたまま24時間体制の育児が続いていると思います。また、このコロナ禍で気軽に相談できる機会も仲間も作る場も減っており、孤立しやすい状態になっています。この分,この分野は統一されたエビデンスを出しにくい分野のため、 相談した人によってアドバイスが変わって混乱することもあると思います前もって知っていると対処の仕方は変わると思いここでは小児科専門誌に記載されている内容を中心にお話しいたしますまたなるべく実践的になるよう一部自分の体験談もお話しさせていただけたらと思います 妊娠中の方もご参加くださっているためイメージしやすいように時系列にお話しさせてください産後は可能な限りお母さんの体調を優先させてください全治1ヶ月の交通事故と同じくらいのダメージを受けていますので赤ちゃんのお世話以外は可能な限り横になって過ごした方がいいです昼間に赤ちゃんが寝ている時にどうかお母さんも一緒に睡眠をとってください また、出産という大仕事を終えた後、間もなくすると初めての授乳が始まると思います。お母さんの体調や生まれた時間帯、病院によって違いますが、母乳分泌という観点からは、産後、できれば早い時間から赤ちゃんに母乳をあげるといいとされています。また、できるだけ頻回に飲んでもらった方が、座れる刺激で分泌されるため、母乳の量が増えてきます。 ここでアドバイスですが、頻回の方がいいですが、長時間あげる必要はありません。産後すぐはそれほど母乳が出ていないのと、乳首を吸われることに慣れていないので、長時間吸われていると乳首がひどく傷んだり傷ついて出血したりします。ぜひ乳頭保護剤を持参して、初めての授乳後からケアをすることをお勧めします。入院中ですが、 すべて,てが初めての経験で分からないことばかりだと思いますので是非助産師さんに質問してください助産師さんはとても親切な方が多いのでお忙しい中でも丁寧に教えてくださります遠慮されるかもしれませんが家に帰ってからは聞きたくても聞けなくなるため入院中に少しでも気になることがあればその都度質問されることをおすすめします 特に教えてもらった方がいいことは、正しい授乳姿勢で、正しく飲ま,飲ませられているかです。また、授乳前後に体重を測って、実際にどのくらい母乳が出ているかを時々確認されることをお勧めします。そして、もし電動搾乳機も併用しようと思われていたら、直接教えてもらった方が分かりやすいと思うので、持参されるといいと思います。そして、抱っこの仕方。 おくるみの仕方も直接教えてもらった方が分かりやすいです抱っこは緊張すると肩や腕、特に手首に変な力が入って検証因になりやすいため、ぜひ見てもらってくださいまた、アレルギー予防の観点からは初めて沐浴を入れてもらった後から保湿剤をしっかり塗った方がいいため赤ちゃん用の保湿剤を持参されることをお勧めします これらについてはまた後でお話しします。授乳姿勢はいろいろありますが、お母さんや赤ちゃんによってどの姿勢が飲ませやすいかは様々です。ポイントは赤ちゃんを自分の胸に近づけることが大切です。大体は浅い飲み方になっていることが多いですが、しっかり加えられていないと乳首は傷つきますし、母乳分泌も増えません。 授乳がうまくいくかどうかは姿勢で決まりますので、授乳するときはできるだけ助産師さんに見てもらうのをお勧めします。また、この中でリクライニング授乳は、お母さんの方や腕に変な力が入らないため、ぜひ試してもらいたい姿勢です。また、入院中に正しい創い寝の仕方も教えてもらった方がいいと思います。危険なのであまりしない方がいいとされるところもありますが、 この姿勢は伝統的に進められてきた姿勢であり WHO 国際基準でも推奨されていますしかし授乳したまま寝てしまうと非常に危険で赤ちゃんが窒息してしまい死亡した例もありますので絶対に授乳したまま寝ないでくださいそれを守れば産後のお母さんの体も休まり夜間の授乳も続けやすい姿勢のため助産師さんに直接見てもらうことをお勧めします そうこうするうちにすぐに退院の時がやってきます。退院後はなるべく赤ちゃんの世話以外は休める環境が理想的なため、手助けを頼める場合は可能な限りお願いされた方がいいです。また、育児不安が強い場合などは、宿泊型産後ケアという選択もあるため、無理をせずに利用されることをお勧めします。そして、上の子の保育園の送迎などは、ファミリーサポートを利用する方法などもありますので、 自治体のサポートは前もってて調べておくといいいいと思いますいよいよ赤ちゃんと一緒の生活が始まると楽しみに退院してものの帰宅後に最も困ることは赤ちゃんが泣き止ままないいことだとだ思います出産後間もなくは赤ちゃんも疲れているため比較的よく寝てくれますが退院後あたりから赤ちゃんが元気になってきて本領を発揮してきます。 お母さんにとって赤ちゃんの泣き声を聞くのはとても辛いと思います。赤ちゃんが泣いていると自分の育て方が悪いのかなと自信をなくしてしまうお母さんも多いです。しかし多くの赤ちゃんは一日最低4時間泣いたりぐずったりしています。また退院直後に母乳育児が軌道に乗っている人はまだ少なく赤ちゃんが泣くとおっぱいかなと周囲に言われ母乳が不足しているのではと 不安を感じられるお母さんも多いいと思いますお母さんが母乳不足と感じられる主な理由を記載します。授乳後でもすぐに起きてよく泣くことから母乳が足りていないのではないかと思われる方が多いです。その他、これらの理由からお母さんが自分が母乳が足りていないと感じていらっしゃいます。 母乳に関してはインターネットや周囲の人からの誤った情報によりお母さんが混乱して自信を失っていることも多いです。母乳育児だと実際どのくらい母乳を飲んでいるかわからないため不安を感じると思います。しかし本当に母乳は足りていないのでしょうか十分に飲んでいる場合でも他の理由で機嫌が悪いことはありそれによってお母さんが自分の母乳が足りないと思うこともあります。 母乳だけで育てられる必要最低必要量は 440cc とも言われていますがすいません、母乳不足と考えているお母さんの多くは、この量よりも多い母乳を生産しています。実際には本当の母乳不足は少なく、適切な援助がなされれば、ほとんどの場合、母乳だけで育てることができるとされています。 十分に母乳を飲んでいるサインを示します。母乳が足りているかの一番わかりやすい目安は、しっかりおしっこが出ているかです。一日に黄色い薄い尿で6から8枚のおむつを交換している場合、十分に母乳を飲んでいると考えていいと思います。体重に関してですが、時々母乳外来などで、 1>, 1日 30g 増えていないとミルクを足しますと厳格に指導されているところもあるようですが、WHO 国際基準では体重が平均 18g 増加していれば十分とされています。そのため、生後1ヶ月までの間は1日に 20g ずつ以上増えていると、大体大丈夫と考えていただいていいと思います。その他、授乳回数や排便回数なども目安になります。 赤ちゃんの空腹の際についても記載されていましたので参考までにお話しします。赤ちゃんが空腹の時はふんわりした声と明記されていました。確かに自分自身の経験からもですが、お腹が空いた時はペロペロさせながらふんわり柔らかい声を発していました。逆に火がついたようにギャーッと泣き叫ぶ時は別の理由が多いように感じました。 授乳方法についてです。好きな時に好きなだけ与える自律哺乳が原則になります。初めのうちは特に3時間ごとなどと無理に間隔を空ける必要はありません。特に初めのうちは授乳回数に制限を設けないようにしましょう。授乳時間についてですが、赤ちゃんが自らおっぱいを話すまで授乳した方がいいとされています。 母乳を飲み始めて、初めの方に出るのが前乳、後の方に出るのが購入といいますが、前乳より購入の方がカロリーが高く、購入がしっかり飲めているかが重要です。そのため、授乳の時に片方のおっぱいの授乳時間を短くしないようにしましょう。おっぱいを切り替えるのが早すぎると、前乳を飲むだけで終わってしまい、飲み取る母乳量も減らす可能性があります。 そうしてしまうと、授乳の終わり頃に出てくる栄養価の高い抗乳を飲めなくなり、体重の増加が悪くなる可能性もあります。片方のおっぱいを10分以上ずつ授乳していると、バランスよく、前乳と抗乳を飲んでいると考えていいと思います。また、浅い飲み方は脂肪分の多い母乳を飲めない上、乳首を傷つけたり痛みを感じやすたりするため、やはり抱き方が重要です。 授乳ターンは本当に人それぞれぞです。粉ミルクの容器には何 cc を1日何回といった目安がありますが母乳だとよくわからないため不安になることもあるかと思います図にありますように1回に赤ちゃんが飲む量が違えば授乳回数も違うため一概に1日何回くらいとは言えませんまた母乳分泌は日内変動があり夕方に測定すると少ない可能性もあるので もし母乳量を測るときは、そのことも考慮した方がいいです。また、グローススパート、成長期という赤ちゃんが欲しがる量が急に増える時期があります。この時期は特に機嫌の悪いのですが、困ったことに退院してから数日後に訪れます。どうして泣いているかよくわからなくて困ると思いますが、この期間も赤ちゃんの要求に応じた授乳を続けることにより、 分泌される母乳量も増えてきます不足しているかわからないときは母乳外来に相談もおすすめです。母乳外来や検診で体重が増えていないと言われるととても心配になると思います。最も多い原因は適切でない授乳方法と授乳の姿勢と言われています。1回の授乳時間、1日の授乳回数はどうかもう一度考えられるのも重要です。 また、生後9日以降、母乳の生産量は、おっぱいから除去される量で決まるため、母乳分泌量の増加には、転倒搾乳機の使用も効果的とされています。ミルク補充についてです。混合栄養にする場合は、まず母乳を与え、次に人工乳、ミルクを与えるのが基本です。母乳不足感から容易にミルクを補充すると、 本来デルハルツの母乳を減らすという二次的な母乳分泌不良をきたします。また、赤ちゃんが楽に飲める母乳瓶になれると、乳頭混乱になる可能性もあります。母乳育児は、お母さんにとってかなり力が必要ですので大変です。その点、母乳瓶だと口を少し動かせば、ごぼごぼ飲めて飲みやすいため、徐々に楽な母乳瓶を要求するようになってきます。 混合栄養では赤ちゃんが欲しがった時に欲しがるだけ授乳をすることで母乳分泌を維持することが大切です。ミルクに関してです。缶に記載されている量は標準体重の場合で少し多めに記載されています。そのため書かれているより多いと飲ませすぎになります。ミルクを記載されている量を飲んでももっと欲しがる赤ちゃんもいますが、 必ずしもお腹が空いているわけではなく、単に吸うのが好きで飲んでいる場合もあります。怪し方が、や、抱っこの仕方だけで落ち着くことがありますので、泣いているからといって飲ませすぎないようにしましょう。また、下院症候群といって、飲みすぎて便秘になったり、機嫌が悪くなることもあります。体重も増えすぎてしまうため、飲ませすぎには注意する必要があります。また、 生後6ヶ月までは母乳やミルク以外の水分を飲ませる必要はありませんので湯冷ましや果汁などは必要ありませんここまで医学書に記載されている内容をまとめてみましたが参考までに自分の体験談を紹介させてください私自身医学書にあるように頻繁に飲ませていたら母乳は勝手に出るものと思っていました そのため産後から泣くたびに頻繁に母乳をあげていましたが生後2日目に母乳量を測るとまさかの 2g でした。赤ちゃんが20分以上頑張って飲んだのに 2g しか出てないのとなかなかの衝撃を受けましたが出ていないものはしょうがないので助産師さんに教えてもらったミルクの量を母乳後に足していました。 生後34日後からかなりおっぱいが張るようになったのでこれで分泌量が増えてきてよかったと思ったのものの退院後すぐに赤く腫れて痛みを感じるくらいになりましたこれはまずいと思い往診で母乳相談をされている助産院に相談して家まで往診してもらったところ乳高炎になっていました赤ちゃんも初めからうまく飲み取れないので自然に乳高炎や乳腺炎が良くなることは少ないと思いますので もし明らかな痛みや熱感を感じる様子があれば早めに相談された方がいいと思いますまた生後間もない赤ちゃんを外で外へ連れて行くのはとても大変なため往診もされているところを前もって調べておくと安心だと思いますその際にも母乳量を測ってもらったため前より母乳量が増えているねということで補充するミルク量も調節してもらいました その後、徐々に母乳を嫌がるようになったため、インターネットでいろいろ調べて、もしかして入湯混乱かなと思い、母乳相談室という入手を通販で購入してみました。この入手は、普通に売っているものより赤ちゃんが吸うときにとても力がいる作りになっています。この入手に変更してからは、母乳を飲んだときにそれほど怒って泣き叫ぶことは少なくなったように思います。 退院2週間後の母乳外来では、非常に機嫌が悪く、そんなに飲めていない状態で体重を測ったため、母乳が普段どのくらい出ているかよくわかりませんでした。これではミルクをどのくらい出せばいいか全くわからなかったため、また通販で赤ちゃんの体重計をレンタルしてみました。1ヶ月までは1回に 80cc 飲めばいいと教えてもらっていたので、 その 80cc から赤ちゃんが飲んだ母乳量を引いた量をミルクで足していました。そうすると必要最低限の量だけ,量だけをミルクで足せるのでミルクを足しすぎることはありませんし泣いた時に授乳が足りないという可能性は考えなくてよくなったのでとても気持ち的に楽になりました。それを地道に続けていくと産後4週くらいで完全母乳になりました。 ちなみに、下の子も全く同じような経過でしたので、母乳が出るようになるスピードは体質の面が大きいと実感しました。母乳の悩みは一つではなく、複合的に絡み合っています。そのため、母乳育児は軌道に乗るまでがとても大変です。授乳はお母さんと赤ちゃんをつなぐ素晴らしいものですが、時にお母さんの心身を追い詰める脅威になることもあります。 母乳分泌が軌道に乗るまでの期間は体質の面が多いため、ミルクを足すのに罪悪感を感じる必要はありません。また、母乳育児がうまくいかなくても自分を責める必要はなく、母乳神話に苦しめられる必要もありません。母乳を一口飲めば母乳育児ですし、もちろんミルクも元気に育つため全く問題はありません。授乳に関しては一人一人違いますし、不正解はありません。 もし今苦しいと感じていられる方は我慢することが当たり前とご自分を追い込まず赤ちゃんとお母さんが安らかに過ごせる方法に解決の糸口を見つけてくれたらと思いますまたサポートを受けるのは当然のことなのでわからないことがあればぜひ専門機関に相談してください次に赤ちゃんが泣いているその他の理由を考えてみましょう おむつのせいいかかなととも思思われるかと思います最近のおむつは非常に性能がいいため少量濡れていたくらいでは,不快,感には不快感は少ないと思います。うんちをしていた場合は早めに変えた方がいいですがその他は授乳前後におむつを変えていたら大体大丈夫だと思います。また環境面ですが大体室温が20から22度ぐらいで赤ちゃんに厚着をさせすぎなければそこまで鳴く理由にならないと思います。 その他ですが、実はとても多いと思われて思われる。泣いている理由は？疲れすぎです。新生児の頃は赤ちゃんは1時間でも目を覚ましていればかなり疲れます。小さい頃は疲れることなく、連続で目,目を覚まして、いられるのは2時間が限度です。授乳の後に1時間しか起きていられない子もいます。 3か月未満の赤ちゃんは2時間以上起こしていると疲れすぎて上手に寝つくことができなくなります。そこで疲れすぎたあと寝かしつけるために授乳をしているとうとうとしながら飲むため少量ずつしか飲めず母乳を飲みながら眠ってしまうため寝かしつけるために母乳が必要な状態になっていき後々の夜泣きの原因になっていきます。とは言っても授乳をしないと寝てくれないおくと。 すぐに起きるから寝かしつけられないと困っている方多いと思います。よく背中スイッチと恐れられていますが、寝かしつけて下ろすときに反射が出てしまう起きてしまうことが多いです。抱っこで暖かく気持ちの良いところから冷たく硬いベッドに下ろされると赤ちゃんが泣いてしまう気持ちもわかりますが、お母さんとしてはとても困ります。 赤ちゃんはお腹の中で狭い空間に丸まっていた姿勢をとっていたため、手足がバタバタ動かせる環境は慣れていません。そのため、胎児期の姿勢に近づけると安心するため、生後最初の数週間はおくるみを使って体を布でくるまれていた方がよく眠ります。おくるみについてはいろいろな包み方があると思いますが、 この巻き方が一番シンプルで、自分自身あまり抵抗がなかったので、一案としてご紹介します。画像は、分かりやすい画像をホームページ上から引用しています。まず、長方形の布を横に広げ、布の上から赤ちゃんの頭が出るように、真ん中より少し上に赤ちゃんを寝かせます。2番、上の布の角を持って、持った 頬と反対側の赤ちゃんの足の付け根あたりをめがけて包み、お尻と背中の後ろに布を包みます。3番、反対側も同様に包みます。足をあぐらの状態か、足の裏と足をくっつけるような形に整えます。4番、布の下の角を反対側の首元に持ち上げます。 5番反対側も同じように下から斜め上に布を持ち上げ首の後ろで固定します。ここで重要なのは手が出てこないくらいにきつく巻くことです。バタバタ泣きながら動いた時にだんだんと手の部分が緩くなってくる巻き方ではあまり効果がありません。また足はしっかり開いた状態でないと股関節に影響が出る可能性があるので しっかり足を M 字に開いてから巻いてくださいしっかり M 字に開いた状態であれば大丈夫ですがそれでも心配という方は足は多少緩めに巻いてもいいかもしれませんおくるみの注意するポイントを再度お伝えします赤ちゃんの足は M 字にしっかり開くというのが一番気をつけるポイントです 長時間使用する場合は足はきつすぎないようにと提唱されているところもあるため手はしっかり巻いた方がいいと思いますが足は多少緩めでも足が出てこない程度に巻けば大丈夫だと思いますまた夏場は通気性の良い,いものでないと暑すぎるため素材は温度に注意した方がいいですそしてこのおくるみは生後1ヶ月までに開始すれば嫌がらずにすんなり受け入れてくれることが多いと思いますが それ以降に返始す,する場合は、嫌がって起こる場合もあります。その場合は、手がしっかりと覆われたスリーパーもおすすめです。また、寝返りが始まると、おくるみはやめた方がいいので、その後は季節に合ったスリーパーがおすすめです。また、あまりギャーギャー起こっているときにベッドに置いても寝ないので、泣いているときに落ち着かせる方法をいくつかご紹介します。 低月齢の赤ちゃんは、やはりお腹の中にいた環境にせた方が落ち着くので、スリングを利用するのもおすすめです。スリングを使わなくても、おくるめを巻いて、このようにスリングを利用したように、しっかり腕で包んであげるといいです。スリングを利用する場合も、足は M 字に開いた状態にして、股関節には注意してください。また、このような抱っこをしてから、 ふわっと押しながら上下左右に揺れ動くと落ち着くことが多いですまたシーッと耳元で言うのも泣き止むことが多いです専門書にはささやく程度と記載されていますが鼓膜に影響が出ない程度にそれなりに大きな声でシーッと言うと実際泣き止むことが多かったですまた血液が上がってきたらしっかり抱きしめて少しベランダや 外に出て歩くと気分転換になると思います。ただし、いつもと違う泣き方の場合は、その他に症状がないかも注意してください。寝る環境ですが、もしベビーベッドを飼われる場合は、初めからベビーベッドに置いて寝かせた方が赤ちゃんは受け入れやすいと思います。ベビーベッドを購入されない場合でも、赤ちゃん用の布団で寝かせた方が窒息の危険性が少ないですし、 後々、夜きに夜泣きに発展しにくいです。ちなみに添い寝は必ずしも必要でなくベビーベッドの隣にお母さんのベッドを横付けしたり赤ちゃん用の布団の横にお母さんの布団を置くといいと思います重要なことは寝るときは遮光カーテンで真っ暗にすることですこれはお昼寝のときも同様です また、できればお昼の、お昼寝の時も夜寝る時も同じ場所で寝るようにした方が赤ちゃんはここは寝る部屋なんだなと早いうちから認識してくれます。また、寝かしつける時にホワイトノイズといってテレビの砂嵐のような音をつけると効果があると、ある場合もあります。ホワイトノイズは YouTube でも聞けますので試してみてもいいかもしれません。 私は体内音の機械を寝かすと同時につけていましたが、この音を聞くと眠るんだと赤ちゃんが認識してくれやすいと思うので、その点でも良かったと思います。また、小さい頃はあまりテレビやスマホを利用することは少ないと思いますが、赤ちゃんにとってはかなりの刺激になるため、寝る前1時間はしな,しない方がいいです。また、室温の目安は20度から22度。 湿度の目安は4 0度から60%とされています。月齢に応じたポイントです。1ヶ月検診頃までは、母親の体調回復と母乳育児を軌道に乗せることを優先させてください。この頃は授乳や授乳は子供任せで欲がる時にあげてください。この時期に気にかけることは2つです。これはどの年齢の子供でも守ってほしい。基本です。 一つ目は、夜は明るくあ、昼は明るく、夜は暗くて静かな環境を作るです。朝になったらカーテンを開けて部屋を明るくしましょう。また、お昼寝と夜寝るときは真っ暗な環境を作りましょう。そして、授乳やおむつを替えるとき、昼は子供に語りかけながら、夜は暗い中で静かにささっと行いましょう。赤ちゃんにはまだ昼夜のリズムがありませんので、 これら二つを続けることで昼と夜の違いを理解するようになっていきます。一ヶ月検診後はなるべく朝起きる時間を決めることをお勧めします。夜寝てくれなかった場合、少しでも長く朝寝ていたいという気持ちはとてもよくわかりますが、朝にリセットしないと徐々に昼夜が逆転になっていってしまいます。起きる時間になったらおむつを変えて、 寝床を離れて、明るい部屋で朝の授乳をしましょう。生後1、2ヶ月頃から、昼間の睡眠が減ってきて、機嫌よく起きていられる時間が徐々に増えてきます。3ヶ月頃から、昼夜のリズムが次第についていきます。昼は起き続けることができる時間が長くなり、夜は眠り続けることができる時間が徐々に長くなっていきます。 この頃からはなるべく就寝時間を決めましょう。この頃の夜間睡眠の目安は10から11時間とされているので、もし7時に起きる場合、夜の8時から9時頃がちょうどいいと思います。また、それぞれのご家庭にあった寝る前の決まり事を決めましょう。例えば、お風呂に入って授乳して寝るなどの行動を毎日同じにすると、 赤ちゃんももう寝るんだなと理解しやすいです。そして、眠りが浅くなった時に、ほぎゃほぎゃ泣いていても、寝ぼけて泣いていることだけのことが多いので、できれば2から5分はそっと見守るだけにしましょう。また、お昼寝もとても重要です。お昼寝が長いと、夜中に目を覚ましやすくなります。また逆に短いと、 疲れすぎてぐずりやすくなり、寝つきも悪く、疲れ切ったときしか寝ることができなくなります。お昼寝によって一日が決まり、赤ちゃんの期限が決まるとおっしゃる専門家の方もいます。生後間もない頃は、可能な限り赤ちゃんの睡眠と授乳を最優先させてあげてください。生まれてから1歳までのざっくりとしたスケジュールです。 寝る前のルーティンは行動、時間、場所をなるべく一定にすることをお勧めします。この表は専門誌ではありませんが、生まれた後の変化が見やすいため引用させてもらっています。ちなみにこのスケジュールは、生後1ヶ月までと夜,の間は夜間の部分はあまり気にしなくていいです。とても参考になるのが昼寝の部分です。 だいたい1ヶ月以降、昼寝が朝、昼、夕の3回に落ち着いてきます赤ちゃんによって多少の前後はありますが月齢が進むにつれて徐々に夕方の昼寝が必要なくなってきます正午前後の昼寝がとても大,大切でここはしっかり2時間くらい眠れた方が夕方のぐずりが少なくて済みます また逆に昼間に眠りすぎて夜に寝ないという赤ちゃんもいます。その場合はかわいそうでも昼寝を途中で起こす必要が出てきます。月齢にもよりますが、朝1時間、昼2時間半、夕方1時間以上は昼寝が、ね、長すぎて夜寝なくなっていくため、ぐっすり眠っていても途中で起こすことが必要になっていきます。 夜泣きについてですが、これはお母さんも赤ちゃんも本当につらいと思います。赤ちゃんの睡眠は眠りが浅くなる周期が大人より短く、頻回にあります。もし眠,眠りが浅い時に刺激で目覚めた場合、抱き上げたり不必要な授乳をすると眠たいのに逆にしっかり目覚めさせられてしまいます。これが続けば赤ちゃんはその抱っこされたり授乳したりという行動が 気持ちを調節する方法であると思い込みますそうすると眠りが浅くなるとその行為を求めて泣くようになりいわゆる夜泣きに発展しますこうなると非常に大変です6ヶ月以降に治そうと思っても赤ちゃんは抱っこや授乳でしか寝つくことを知らないのでそれを急にやめようとしても力の限り泣き叫びます そうならないように小さいうちから自分で眠ることを練習させていくのが重要になっていきます。夜泣きに発展した場合でも改善する方法はありますが、6ヶ月以降はとても大変になっていきます。ここで体験談です。長男は全く寝ない子で非常に苦労しました。私も初めは赤ちゃんの睡眠に関してあまり知識がなかったため、 赤ちゃんは泣くものと思って頑張って抱っこしながら寝かせつけようとしていました。しかしあまりにも過敏すぎて抱っこしてうとうとして寝るかなと思ってもわずかな刺激でビクッとなりギャーッと泣き叫ぶまた白目を向きながらうとうとしてビクッとなりギャーッと泣き叫ぶということを延々と2、3時間は繰り返していました。眠いなら寝ればいいのにとその時は思っていましたが 今思うと眠すぎて眠れなかったんだなとかわいそうなことをしたと思います。そこでインターネットで調べるようになり、いろいろと寝かしつけのグッズも試しました。1ヶ月検診ごろにおひな巻きという概念を知り、普通のタオルケットで包もうと試みましたが、泣き暴れ,泣き暴れるとすぐにほどけて全く意味をなさないため、おひな巻き専用のメッシュのおくるみを試してみたところ、 全然解けないので非常に効果がありました。そして、おくるみをしてから体内温をつけて、体が丸まって眠れるクッション布団に置くと、以前よりはだいぶ寝てくれるようになりました。このようなクッション、布団はよく寝てくれる上、頭の形が変形しないしにくいという面からも個人的にお勧めしたいです。また、おくるみをした状態で寝かしつけておこうとしても泣くとすぐに泣いてしまうので。 結局、寝かしつけには1時間くらいかかっていました。その後、だんだん昼寝の時間が長くなり、夜は寝てくれなくなったため、どうにかならないものかと探していたところ、出会ったのが先ほどスケジュールのところの、表のところで紹介した一冊の本でした。その本では、決まった時間に寝かせる、完全に寝かしつける必要はない、というようなことが書かれていました。 試しに授乳後しばらくしてうとうとしたところでおくるみに巻いて真っ暗な部屋なベッドに寝かせてベビーベッドで観察してみました。ベッドに置いて2、3分くらいは泣きましたが5分くらいすると自分で勝手に眠っていました。赤ちゃんは自分で寝るんだと思ってびっくりしたのと感覚が過敏すぎたため抱っこでは逆に眠れなかったのかなとも思いました。 それ以降、その本のスケジュール通りに授乳と寝る時間をなるべく一定にしていると、ほぼ寝かしつける必要がなくなりました。多少泣いても5分くらいは様子を見て、泣き,泣き声が徐々に大きくなって泣き叫ぶときは、抱っこして落ち着かせ、うとうとし始めたら置くというのを繰り返しました。ここで重要なのは、完全に抱っこで寝かしつけておくのではなく、うとうとし始めたら置くという点です。 何かで読んだ記事に赤ちゃんは目覚めた時に寝た時と状況が違っていたら混乱して泣くという記事を見ました赤ちゃんにとってもおっぱいを飲んでいたと思ったら目が覚めた時におっぱいがないと混乱して泣き叫ぶというのはありえる話だなと思いましたちなみにもしこの方法を使うなら安全面からベビーモニターとベビーベッドは必要だと思います ベビーモニターがあれば、別室で様子が見られるため、とても重宝しました。また、母乳が足りていないという選択肢が残っていると、お腹が空いているのかなと不安になると思います。自分の場合は、母乳を体重計で測っていたため、泣いている理由は母乳ではないと確信が持って、眠すぎて泣いているんだなと確信を持って寝かせていました。 これはあくまで一個人の体験談で全員の赤ちゃんが当てはまるとは言えませんし住宅事情もあると思います。しかし赤ちゃんの睡眠時間をお母さんが管理することと抱っこと授乳に頼らない寝かせ方もあるということの参考になればと思います。ちなみに下の子は生後間もない頃からおくるみで巻いて1ヶ月以降スケジュール通りに寝かしていたため寝かせつけた記憶がほぼありません。 赤ちゃんが寝てくれないと本当に辛くて、正気を保っていられないと思いますので、このような方法もあるんだと思っていただけたら幸いです。次に赤ちゃんの湿疹についてで,です。生後間もない頃は、ホルモンの影響でニキビのような湿疹ができやすいです。初めから黙浴で、石鹸で全身を洗う必要があります。また、最も重要なことは、初めての黙浴後から全身に保湿剤を塗ることが重要です。 そして赤ちゃんは特に汗もができやすいため冬でも厚着をさせすぎないようにしましょうスキンケアの方法ですがとてもシンプルで石鹸で洗う保湿剤を塗るです石鹸は添加物が少ないものがおすすめですどんなものを使っても大丈夫ですが泡で出てくるポンプ式の石鹸を使うと便利だと思います 洗い方ですが、関節やシワのある部分は、シワを伸ばして洗うのが重要です。特に耳の裏側や耳たぶは耳切れが起きやすいので注意してください。そして最後に泡が残らないようにしっかりと洗い流すのが大切です。保湿剤についてですが、保湿剤もどんなものを使っても大丈夫です。しかし、稀に添加物にかぶれてしまう場合もあるため、その場合は相談してください。 塗り方ですが皮膚の乾燥を防ぐためにもできるだけ早く保湿剤を塗りましょう保湿剤の効果をしっかり引き出すため適切な量を塗りましょう少ない量をすり込むように塗ると皮膚を傷つけてしまう恐れがあるためたっぷり塗りましょう保湿剤を塗るときも体を洗うときと同様にしわを伸ばして塗りましょう次にだっ,っこの方法についてです ポイントは2つでしっかり首を支えることと赤ちゃんとお母さんの体同士を密着させることです赤ちゃんの姿勢は背中が丸くなるような胎児器の姿勢に近い感じで抱っこすると安心しますお母さんと赤ちゃんの体同士が密着していない抱っこは手首を痛めて腱鞘炎になりやすいので注意です1ヶ月を過ぎると縦抱き抱っこを 好む方もいいいままますすが、が後ろに反り返らず丸くなることが望ましいと望しされていますよく首が座る前から縦抱き抱っこで口がポカンと開いている状態で抱っこされている方もいますが小児歯科の領域では将来歯並びなどに影響すると指摘されています数ヶ月になると横抱き抱っこでは嫌がり反り返る場合両手を前に組んでそこに赤ちゃんを座らせるような抱っこもおすすめです 抱っこをするとき、股関節に注意する必要があります。赤ちゃんは足を M 字に曲げて開き、よく動かしている状態が望ましいです。むき癖があると、片方の足がまっすぐになってよくないため、頭から体までをタオルなどで調整する必要があります。また、足を外側から締め付けて、足が伸ばされるようなきついおむつやを洋服は避けましょう。 抱っこするときも小腹抱っこといって、両足を十分に曲げて M 字型をしている状態で抱っこしましょう。首が座るまでは必ず頭を支えてあげることも重要です。検診時に配布される日本小に整形外科学会からのパンフレットにも詳しく書かれているため、一読されることをお勧めします。これからは産後のお母さんの変化についてお話しします。 産後はホルモンの変化が大きく産後のお母さんの心身面に大きな影響を与えます。その中で出産時や授乳の時に分泌されるオキシトシンというホルモンについてお話しします。このホルモンは愛情を深めるという作用が強調されますが逆に邪魔をする相手には攻撃性を増すという作用もあります。 この影響で育児に協力的でない父親や赤ちゃん帰りをしている上の子に対して攻撃的になることもあります。これは子どもを守るために本能的にプログラムされているせいなのでお父さんや上の子に対してイライラしてしまってもお母さんのせいではなくホルモンの影響のせいなのでご自分を責めないでください。またこのホルモンはお母さんだけでなく赤ちゃんと触れ合うことにより お父さんも赤ちゃんもオキシトシの分別が増えるため、ぜひお父さんにも赤ちゃんにたくさん触れてあげてください。また産後うつについてもお話しします。出産後は生活が一変し、大きなストレスにさらされます。また産後すぐはホルモンバランスが急激に変化するため、精神の安定を崩しやすく、産後うつの症状が出ることがあります。だいたい10人に1人がなると言われていますが、 このコロナ禍で24%に産後うつの兆候があると報告されましたまたそのうち3分の2のお母さんは自覚がありませんでした産後うつはホルモンの影響のせいであり誰もがなる可能性がありますまた1人目の時にならなくても2人目の出産の時になる可能性もあります家族のサポート不足も産後うつのリスクを高める要因となりますので できるだけ早く周りの人が気づいて支援につなげる必要があります。特にコロナ禍では父親の育児参加が母親の孤立を防ぐ最後の砦りです。パートナーの方にお願いしたいことですが、この図を見てみてください。黒い線より上はお母さんがリラックス状態、赤い線より下はストレス状態を表しています。 この図にありますように、お母さんは一日中ほぼストレス状態です。ただし、その中でも一日に数回ストレス状態でない時があります。これは授乳をしている時と夫婦の会話の時でした。お父さんが気持ちに寄り添って話を聞いてくれることで、ストレス状態から脱することができます。これは育児に関してアドバイスが欲しいのではなく、 お母さんの話が受け入れられて、受け入れてくれて、お父さんが身近なところにいてくれるとお母さんが感じられるかということにかかっています。お父さんも仕事、仕事に慣れない育児にどう関わっていいかわからず、とても大変だと思います。しかし、手伝うという態度ではなく、主体的に育児に参加する姿勢が重要だと思います。そして、周囲の人にお願いしたいことがあります。 それは大丈夫だよ。赤ちゃんは順調に育っているよとお母さんを認めてあげてほしいです。お母さんは24時間赤ちゃんのことを考えながら少しでも様子が違うとすぐに気づきおっぱいかな、眠いのかなと常に悩みながらお世話をしています。自分の育児には間違っていないか常に不安を抱えています。周囲の人も心配してくれてのアドバイスもあるかと思いますが 大体はもうお母さんがいろいろと試行錯誤をして工夫されていることと思います。ずっと一緒にいるお母さんが一番赤ちゃんのことをよく分かっていると思います。子どもは基本的に「食う、寝る、遊ぶ」さえできていればその他は大きな問題ではありません。いろいろと心配してくれるよりもお母さんの育児を認めてあげ「いつもよく頑張っているね、本当にありがとう」と言葉に出して伝えてほしいと願っています。 最後ですが、現在の育児は進化の流れに逆らうように孤独と戦いながら子育てと向き合っています。本来子育てはいろんな人で協力する必要があり、一人でできるものではありません。それにもかかわらず、現在の育児はお母さんに責任が重くのしかかっています。また母性はもともとあるわけではなく、経験の中で育っていくものです。 子供を産めば子育てできて当然とお母さんに押し付けること自体が間違いです。今回は前もって知っておけば対処の仕方は変わることもあると思い産後に困ることが多い悩み事を中心にお話ししました。しかし育児は住人といろです。困ったことがあれば検診の時や育児相談予防接種の時などでどうか相談してください。一緒に子育てを頑張っていきましょう。 ご清聴ありがとうございました。